にちは、ピカルです。今日の動画はですね、グレイルでもっとバズるべきアイテム5選をご紹介したいと思います。私は今までグレイルでたくさんお洋服を買ってきたんですけれども、そんな私が独断と偏見で選ぶ、みんなに良さがもっと伝わればいいなというようなアイテムを5つご紹介しようと思います。本当にグレイルって当たりアイテムに出会うことが結構あって、あれもこれも皆さんに紹介したいなっていう風にすっごい悩んだんですけれども、今回はどちらかというとよくバズるワンピースとかよりは長く使えてベーシックなアイテムが多いと思います。それでは早速着用動画と合わせてご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、まず1つ目はじゃーん、ハイウエストストレートデニムパンツです。お値段は1799円。これはね、多分2年前くらいに買って今も愛用してます。私のルックブック動画でも何回も出てきてます。もともとウォッシュ加工がされているので2年経ってもそこまで劣化感はないです。これはね、全骨格ウェーブさんにおすすめしたい紙デニムです。理由はですね、まず生地がすっごい柔らかいんですよね。ストレッチは効いてないんですけれども、ストレートデニムって骨格ウェーブさんはウエストがどうしてもブカブカになりがちで、硬めのデニムが少し苦手だよっていう方が多いと思うんですけれども、これはね、生地が柔らかくて履き心地が最高です。ハイウエストなので足がすっごく長く見えますし、お尻もキュッと小さく見せてくれるのが嬉しいポイントです。夏はショート丈のトップスと合わせて韓国アイドルっぽいスタイリングも可愛いですし、冬のニット合わせも可愛いのでオールシーズン着用できます。本当にどんなお洋服にも合わせやすいですし、1着持っていて絶対損はないと思います。ちなみに私は XS サイズを買いました。比較的ゆったりめなのでジャストサイズで買っても大丈夫だと思います。はい、そして2つ目です。ショルダーフリルバッグシャーリングオールインワンです。めっちゃ噛みそうだった。お値段が3199円です。これは新作アイテムなのですが、ブラックとブルー、モカのお色味があります。私はブラックの S サイズを購入しました。もうこれはね、個人的な好みなんですけれども、もうフリルのオールインがめっちゃ好きすぎて、グレイルで発見した時も速攻ポチりました。で、届いてこれ着た瞬間スタイルがめっちゃ漏れて感動しました。結構生地が柔らかめなのですが、トップス部分にシャーリング加工がされていて、ずり落ちたりすることもなく快適に着れます。ハイウエストで切り替えがあるので足長効果がめっちゃ抜群なんですよ。で、私はこれ着てどこ行きたいかなっていう風に妄想してたんですけど、夏の旅行行って中に水着を着てこのオールインワン着てドライブしながら海行きたいなっていう妄想をしてます。全体的に元からシワ加工がされているのでアイロンもいらないですし、透け感もないので安心して着れそうです。もうね、なんか旅行カバンとかスーツケースにポンって入れて持って行って、まあ、シワにもならないのでめちゃくちゃ使えそうかなと思いました。はい、そして3つ目です。レザーショートパンツ1499円です。こちらはブラック、ブラウン、アイボリーの3色展開です。私はアイボリーの S サイズを着用しています。このショーパンもルックブックでめちゃくちゃ出てくるので、よく見かけるよっていう視聴者の方もいると思うんですけれども、本当に優秀です。これも私が YouTube でファッション動画を上げ始めた時ぐらいに買ったので、多分約2年前ぐらいに買ったものだと思います。めっちゃ長持ちですよね。これもオールシーズン着用できるアイテムで、一応レザーショートパンツとは言ってるんですが、もうフェイクレザーなのでガンガンお洗濯もできます。とにかくスタイルが漏れすぎて大丈夫ってなります。ハイウエストでフックで留めるタイプなので、ウエストがキュッとして見えて、で裾に向かってややフレアシルエットになっているので足まで細く見せてくれる超優秀アイテムです。夏はサンダル合わせで、冬はブーツ合わせで着用できるのでオールシーズン着用できるアイテムになってます。トップスをインしてきても可愛いですし、私はよくミニワンピ着るときにインナーとして履くことも多いです。これも1着持っているといろんなコーデに活用できるのではないでしょうか。
はい、4つ目です。キャミ付き花柄レースパワーショルダートップスです。お値段が1699円です。こちらは新作のアイテムで、私は S サイズを持っております。インナー付きでこの値段はかなりコスパがいいかなと思って選びました。若干ですがレースの生地感がちょっと S っぽいかなとは思うんですけれども、このお値段なら許容範囲かなと思います。そしてレースインナーってめちゃくちゃ着回しが効くので、1着持ってるとかなりコーデの幅が広がるのではないかなと思います。トップスとしても着れますし、ジャンパースカートとかのインナーにも使えます。これのいいなって思ったポイントが、パワーショルダーの形がすっごく可愛くて、でプチハイネックになっていて、首の部分がちょっとシャーリング加工になっています。そして皆さん、ちょっとスナイデル味を感じますよね。実は私スナイデルのレーストップス持ってて、じゃじゃん、こんな感じなんですけど、ちょっと形は違うんですけど雰囲気似てますよねこれはみんな大好きなマーメイドスカートの相性がめちゃくちゃいいので、お姉さんっぽいスタイリングが好きな方には1枚持っていると使えるかなと思います。はい、そして最後、お洋服ではないんですけれども、じゃじゃーん、ウッドヒールストラップサンダル1499円です。こちらはブラック、アイボリー、ベージュの3カラー展開になってます。これ1499円ってもうバグかなって思いました。いや、これ1499円のデザインじゃない、絶対違う。これウッドヒールがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ヒールが9センチとちょっと高めなんですけれども、低反発クッションが入っているので少し緩和されそうかなと思います。個人的にスクエアカットのサンダルが大好きで、これは完全にデザイン性に惹かれました。指のところがクロスされているので、歩いていても少し脱げにくいような形になってるかなと思います。ヒールが結構高いので長時間歩くのはしんどいかなと思います。なので夜だけご飯行くとか、あまり歩かない時に履くのがおすすめです。私は普段 22.5 から23センチぐらいのサイズ感なんですけれども、23センチを買ってぴったりでした。なので普段のジャストサイズでもいけるかなとは思います。こちら若干在庫が欠け始めているので、気になった方は早めにチェックしてみてください。はい、というわけで今回はグレイルのもっとバズるべきアイテム5選をご紹介しました。今回はコーディネートで見せるっていうよりは、個人的にもっとみんなに知ってほしいよっていうような違った視点でのご紹介になったんですけれども、またこういう動画やってほしいよというリクエストがあったらコメントでぜひ教えてください。それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。